ノーベル賞の話題を言ったところで、ちょっともう一つ言いたくなってですね、えー、憲法9条にノーベル賞という馬鹿らしい話がありましてね、もう私も本当恥ずかしかったんですが、いや、今年ノーベル平和賞が憲法9条に与えられなくて、本当によかったですよ。世界の笑い者になっちゃいますから。いまあ、未だにですね、いや、実は日本には日本国憲法があって、そこに9条があ,あると思ってる人がいる。 っていうことなんですよねこれはまあ日本人特有の建前論だからまあいろいろ評価は難しいんですけどもないものをあるというという特殊な感覚は日本人にあるんですね私がよく言うんですけど浄瑠璃がそうなんですねえー、っとあの西洋のですねああいったあのなんていうかあや操り人形っいうのは上でできるだけ細い線紐でこうやってですね ま、みんなにはこれは操り人形だとわかるけども人はいないんですよ、そこには。ところに、日本の上流いったね、黒い服着た人が明らかに、明らかにその人間を操作してるのに、日本人は感激するんです。つまり、黒い服を着た人はいないと思えることができるんですよ。これはもう日本人の特有の感覚なんですね。ですから世界であんなのはないんですよ。え、憲法9条について同じなんですね。憲法9条は武力を持たない。 権ががないとこう書いと書てあるんですが日本はですねどんなに考えても世界のベスト10の武力を誇る自衛隊とですね世界一の強さを誇るアメリカ軍とさらに水爆を積んだ源泉ですねこれがですね沖縄を中心として10隻ぐらいいるんですよ、ま、はっきりは分かんないですけどだいたい10隻から12隻これが水爆積んでるんですよ 海中からミサイルを出しますからね。世界最強なんです。大体中国の核基地に対応する分はいるんですよ。そうしますとね、世界でベスト10の自衛隊、名前が自衛隊であり軍隊であり日本軍であり同じですからね、こんなの。世界一のアメリカ軍、それに水爆を積んだ原戦4隻、これでね、日本は軍隊がない、非核三原則、核を持たないってなんで言ってるんですかね。 だから、もう全然話にならないんですよ。しかも、防空識別圏ってあるんですよね。これ、あの、えー、ずいぶん今年か去年問題になったわけですね。中国が防空識別圏をか引きました。日本の防空識別圏と交差するっつって大きな問題になりましたけど、中国は軍隊がいますから、防空識別圏を引いていいんですよ。軍隊がいますから。日本が防空識別圏を引いちゃいけないんですよ。軍隊ない、交戦圏ないんだから。 だけども、その防空識別圏というのはそこに侵入してくる航空機に対して自衛隊の戦闘機がですね、抗戦を前提にしてスクランブルをかけるんですからね。まあもちろん、あの軍隊がいるっていうわけですから、交戦しないはずないんですね。例えば、北朝鮮がミサイルを打ち上げるとってことで大騒ぎになったことありますね。そしたら自衛隊は市ヶ谷と沖縄とどっか3カ所に地対空ミサイルを配備して、交戦状態で構えましたよ。 戦闘配置しましまただって、北朝鮮がミサイルを打ち上げるのに、日本が迎撃ミサイルを配置するっていうのは、抗戦するってことですよ。抗戦するっていうのは別に兵隊が戦わなかったっていいんですからね、ミサイル同士の戦いも立派な抗戦ですから。あの時にね、憲法9条に抗戦が否定されてるんだから、自衛隊は地対空ミサイルを配備しちゃいけないって言った人、いないんです、日本では実は。 日本人はね、建前主義なんです。私はね、<laughs> 日本人の建前主義ってのある意味を持ってると思ってるんですよ。思ってますけども、それはかなり深く考えて論理を組み立っておかないとですね、やっぱりダメなんですよ。つまり、日本人は泥棒しませんよって泥棒してると。泥棒しませんと書いてあるから泥棒してないって言うんでしょ。そうなりますとね、何でも言えちゃうんですね。 やっぱり普通は言ってることとやってることが違うっていうのは恥ずかしいことで、これはね、本当にいいんでしょうかね。の自分のうちに、私は人のものを盗みませんという書いとけば盗んでもいいって言うんでしょそれで、人のものを盗みませんっていうのは非常にいいことだから、これを受賞してくださいって言ってもね、それはちょっと恥ずかしいですよね。だって現実にやってないんですから。 この建前の文化っていうのはですねちょっと評価するべきところも実はあるんですよですからまあアメリカもヨーロッパもある意味での建前の文化あるんですねあの日本とか形が違うだけなんですねまあ人間ですから自分を有利にするための建前の文化っていうのを持ってるんですけども、まあ、日本の場合はま浄瑠璃に人形浄瑠璃に代表される建前の文化であり その人形浄瑠璃が形が変えたやつが憲法9条なんですよ。だから、これね、えー、ちょっとノーベル賞っていう話をしてもらうと困る、恥ずかしい、だってだ世界の誰かが気がついてですね、憲法9条に武力持たない、抗戦権発揮しないって書いてあるのに、なんで自衛隊とかアメリカ軍とか源泉がいるんですかとか、日本は核武装しないっていうけども、沖縄の周りに、 アメリカ軍の源泉がいっぱいいるじゃないですかとか、それから、そういうことをですね言われますからね、それから、なんで防空識別圏があるのかとか、なんで北朝鮮がミサイルを打ち上げるときに自衛隊は地対空ミサイルを配備したんですかって言われたら、もうあなた、もう全然言動不一致じゃないですか、人格ゼロじゃないですかって言われちゃうから、やっぱりちょっとそっとしてほしいなと、まあ、そっとしてる間に我々がですね、日本の建前主義、 建前主義ってすごいんですよ。さっき言ったように。私は物を盗みませんっつって実際盗んでると。いくら盗んでも盗みませんと書いてあるから私は正しいって、こういうやつですからね。軍隊を持たないと書いてあるからいくら軍隊を持ってもいいって、こういうことですからね。だから平和を愛してるんだと。こう来ますんで、これはかなりよーく丁寧に説明しないと、多くの人には理解されないと、私は思います。まあ、 憲法9条ののノーベル賞っていうのはやめてほしいでかも、ね、もう一つ私ある、えー、なんか討論会で言ったんですけど大体ノーベル賞ってヨーロッパが決めたもんじゃないですかそんなものがもらったから嬉しいっていうんじゃねえよっぽど自分に自信がないっていことですから我々はノーベル賞もらおうともらおうまいとこれは正しいこれは誇りあることだという判断が大切だと私は思います。